アオイドスは古代ギリシアの歌手、銀遊詩人を指す言葉である。現代のホメーロス研究においては、イーリアスとオデュッセイアを作り上げたとされる熟練した、女子詩の交渉詩人を指す、学術用語としても使われている。デーモドコスの歌を聞き涙するオデュッセウス。フランチェスコ・アエツが古典ギリシア語で、歌い手を意味する、アオイドスは、歌うを意味する動詞、アエーデンもしくは、 アデーンから派生した動作種名詞である。イーリアスとオデュッセイアの中で、この語は死に関連して様々な形で複数回出現している。オーギュストル・ロワール、ホメーロスこれらの詩の中で描かれている世界では、筆記は実質上知られていなかった。すべての詩は歌であり、詩人たちは歌い手であった。時代が下り、紀元前後から4世紀になると、 女児詩の実演はラプソディア、その演者はラプソドスと呼ばれるようになったが、これらの語は初期の女児詩にも同時代の女上詩にも出現しないので、ヘイシオドスやイーリアスとオデュッセイアの詩人が自分自身をラプソドスと考えていたか否かはわからない。交渉女児詩の作り手たちがどの程度まで専門的な職業であったのかすらもわかっていない。ペーミオスとデモドコスは オデュッセイアにおいて、女子史のみならずそれ以外の題材も歌う記述がなされている。しかしながら、アオイドスという職業が存在したことは間違いない。オデュッセウスの登場人物エウマイオスは、歌いて、癒して、預言者、職人は、客として歓迎されるであろうが、古事記はそうではないと述べている。ホメイロスによって描かれた世界の外でも、兵士オドスが、 職業的な嫉妬に関することわざという形で、これに似たリストを示している。イーリアスとオデュッセイアによれば、歌い手たちは、ムーサたちから霊感を得たのだという。ヘイシオドスは、自身がヘリコンヤまで、羊の番をしていた時に、ムーサたちに招かれ、霊感を授けられ、それによって、過去だけでなく、未来についても歌うことができるようになったのだと、語っている。 イーリアスにおけるタミュリスに関する逸話は、ムーサたちが一度与えたものを取り戻すこともあるのだと示している。他の諸文化でも見られることがあるように、時として盲人が歌い手となることがあった、オドゥッセイアに登場するデーモドコスは盲目であり、イーリアスとオドゥッセイアの伝説的な創造者であるホメーロスもしばしば盲目であったとされた。アオイドスたちの歌の聴き手は、 ジャンルや状況によってまちまちである。イーリアスによれば、女たちがラメントに参加し、時として先導した。サッポの詩の多くは女たちに当てられており、女性の聞き手を想定していたもののようである。物語詩に関しては、聞き手は純粋に男性だけであったと言われることがある。これは誇張であるが、初期ギリシアでは、女性は表に出なかったので、おおむねは当たっているのであろう。 交渉の比較研究により、イーリアスとオデュッセアは交渉女子,子の伝統から生まれたものであると示された。口頭による物語の伝統では、正確なテクストの伝達ということはありえない。物語は世代から世代へと銀遊詩人たちによって伝えられるのであり、銀遊詩人たちは膨大な修行を記憶する補助として、決まり文句を利用した。これらの詩人が、 初期のギリシアの交渉女子誌の伝統の運び手であったが、彼らについてはほとんど知られていない。筆記が行われたのがいつであったにせよ、同時代でそれを知っていたかもしれない詩人や作家たちは、このことに気づかなかったし、普段の詩人の名前を記録することもなかった。古典ギリシアの情報源によれば、ホメーロスは二つの女子誌が書き留められた時よりずっと前の時代の人物であった。 ありがとうございます。